タカラトミーのユンタクタイム。はい、みなさんお元気でしたか。はい、タイタカラトミーやいびん、今日はね、まだいつものように草引きしているよ。あー、もう引いても引いてもね、キリがないね。次から次へとこの草というのは生えてくるわけよね。え、自然というのはたくましいさね。うん、でもね、やっぱりこの人間もね、自然と付き合っていくためには自分働かさないといけないわけよ。人文ね、自然相手にしてね、人文出しても勝てないよと思うでしょう。だけどね、やっぱりおばあみたいね、この年配のものになるとね、毎日毎日、まあ暇だけど草引くの難儀なわけよ。だからね、おばあぐらいの一流の富裕層になるとね、ちょっと違うよ。草むしりも楽になる方法を見つけたわけさ。はい、何するかというとね、はい、これですよ。はい、ご覧ください。よい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 、はい、これ、はい、見えないね。見せ、よし、はい、見せよう。はい、はい、はい、これ、はい、何かわかる？海砂です。海砂ね、ちょっと白っぽいでしょ。海の砂です。勝手に取ったらダメよ。またなんかね、所有者の土地の所有者の人から何言われるかもわからないしね。おばあはよ、世界遺産からよ、砂の住みよったよって言われてごらん。大変なるさね。いい、だからね、おばあわざわざこれホームセンターで買ってきたの。うん、これ一袋だいたい200円しないよ。これをどうするかというとね、巻くわけさ。ここに草引いた後に巻くわけ。なんで砂巻くかって。この砂をね、見つけた時にね、書いてあった言葉が、そのまま使ったら花が枯れるから、必ず使う前は塩抜きしてくださいって書いてあったわけ。こっちは枯らそうとしているんだよ。溝抜き、しない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 ねえ。このままこの草生やしたくないところに巻いてしまえば、草生えないんだったら除草剤巻くよりいいさ。そしてまたこの巻いたところが白くきれいになるさね。あ、だったらいいさということでね、はい、おばあみたいな一流の富裕層ね、富裕なの層ですよ。お金持ってる人のことじゃないよ、富裕なの層のことです。はい、おばあみたいな富裕層はこうです。はい、そうそう、はい、ねえ、こうして草が生えたくないところにね、砂をこうしてこうして巻けば、はい、ここも見栄えもいいしね、見栄えも良くなるし、草も生えにくいし、また草がね、こう表に生えてきたとしても、この砂だから抜きやすくなるわけさね。うん、海の砂だから塩分があるから雑草は枯れるというわけさ。おばあはいいこと考えたね。そしてもしよ、これが塩が適度に抜けていろんな草生えてきたかねと思ったらさ、芝かなんか植えればいいさね。え、あー、おばあはいいこと考えたね。どう思う皆さん、
庭師の人が見てたら怒るかもしれないけれどもね、おばあはこれこんだけの面積をね、この一袋、まあ、200円足らずでね覆えるんだったらこれはいいんじゃないかと思うよ。そしてほらね、ちょっと離れたとこから見ても白砂だったら綺麗さね。うん、ねえ、おばあは人文出しましたよ。はい、皆さんもこの草むしりいろいろ大変だと思いますけれどね、おばあと一緒に、知恵働かしながら頑張りましょうね。ガッツ。